背中のはみ肉気になりますよね。肩甲骨が埋もれてしまって肩がどうしても内巻きになる。背中が大きく見える。姿勢が悪く見える。どうにかして簡単に解消したいですよね。そういった方におすすめな肩甲骨剥がしゴシゴシを紹介していきます。今回は用意してください。もしタオルがすぐないよって方はですね、見よう見真似でもできますんで、一緒に頑張って肩甲骨剥がしやっていきましょう。タオルある方は今のうち取りに行ってください。で、背中をしっかり動かすメリットとしては、褐色脂肪細胞というのが活性化されて、痩せやすくなります。そして体温が高くなりますので、体温が高くなる。一度体温が上がることによって、代謝というのは 30% ぐらい実は上がるんです。背中を使うメリットってすごくありますよね。今回はタオルで簡単に肩甲骨剥がしができて、胸のストレッチ、肩のストレッチができますので、姿勢が良くなる、肩こりがなくなる。胸のストレッチができることによって深い呼吸が手に入ります。お風呂の中でもできますし、動画を見ながらでもできます。簡単なので一緒に頑張っていきましょう。まずは簡単にチェックしていきます。スマホ見ながら一緒にやってください。まず肩の位置がどれぐらい後ろに肩甲骨を寄せ入れて胸を張れるかしっかり確認しておいてください。そしてスマホ下を置いてもらって、手をこのようにですねやってもらって、どれぐらい間が空いてるかっていうのを確認しておいてください。これは左右です。右も左もどれぐらい手がね届かないよっていう感じを確認しておいてください。それではタオルを使って肩甲骨剥がしゴシゴシやっていきます。はい、やり方とっても簡単です。スマホは顔の前に置いてもらって、タオルを後ろで持ちます。こういう感じです。で、あんまりタオル長い方はちょうどよくね長さ考えてください。これでまずは縦にゴシゴシします。こういう感じです。背骨に沿って縦にゴシゴシ。反対の手も一緒です。まっすぐゴシゴシです。これをまずやっていきましょう。いきます。はい、背骨に沿ってゴシゴシゴシと、こんな感じですね。大きく動かしてください。これ実際ゴシゴシしなくてもいいです。少し後ろでこれぐらい背中から離してゴシゴシしてください。しっかりねこれで肩と胸と背中のストレッチができます。まあまあ二の腕も疲れますね。これねゴシゴシと頑張って。 OK、 反対いきましょう。はい、いきます。よっしゃ。はい、ゴシゴシします。背中から少し遠いところでゴシゴシです。タオルない人はね真似だけでもいいです。結構ね二の腕がね疲れてくる。上の手の二の腕が、わー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 、二の腕がわー疲れた。はい、今度は横ゴシゴシです。この横ゴシゴシがすごく肩甲骨剥がしにはいいです。持ち方一緒です。ここからこういう風に横にゴシゴシします。右も左も一緒です。横に背中の端から端までを横にゴシゴシしてください。はい、行きましょう。30秒です。しっかりねゴシ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 、大きく動いてください。上下しないように横だけに動きます。しっかり動かして、なかなかねこれがね肩のストレッチと肩甲骨剥がしにいいですね。 OK、 そのまま反対もいきます。スタート。横にゴシゴシです。ゴシゴシ、スマホ見ても見なくてもいいです。 OK、 言うまでやってください。これでねしっかり長さをねちょっと調節してください。楽な方はね短めで持ってください。端っこから端っこまで
大きくゴシゴシ、ゴシ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 、オッケー。いやー疲れましたね。これでね、しっかりね、肩甲骨剥がし、胸のストレッチとかできてます。スマホ下を置いて、はじめみたいにね、胸張ってみてください。さっきよりね、腕の位置、肩の位置がね、後ろまで行く気がしませんか？肩甲骨がね、これ剥がれてるんで、すごい背中がね、寄せられて、胸がね、すごい張れるんですね。私もさっきこの辺までだったのに、結構ね、10センチぐらい後ろに寄せられます。そして手もね、これ、さっき、初めはね、届かなかったのに、今届きそうですね。今届きそう。こっちはちょっと硬いんだけど、いや自分はちょっと右肩が痛いんで、右が手の下の時は難しいんですが、右肩上の時は結構ね、5センチぐらいは下がったと思います。このね、肩甲骨剥がしゴシゴシ、すごく効果的なので、お風呂の中とかでもね、簡単にできますし、体が温まってるお風呂上がりとかにも効果的です。朝は少しね、硬いんで、朝やっちゃうと痛める可能性があるんですが、できれば午後からの方がいいです。体が温まってる時にやるとしっかり伸びます。タオルが今回なかったよって方はですね、次はタオルありでやってみてください。タオルがある方が全然違います。で、肩のストレッチも加えて、二の腕も使えますので、二の腕痩せにも効果的です。で、姿勢が良くなるんで、お腹もへこみやすくなるし、体温が高くなりますんで、痩せやすくなります。たったの今回2分でしたけども、猫背になってしまってね、息がしづらいよとかね、姿勢が悪くなって腰が痛いよとか、背中の筋肉がこう動かしにくいよって方はね、このゴシゴシやってみてください。頑張ってやってみた方、肩甲骨すごい寄ったよ、効果あったよって方はぜひね、グッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。何センチぐらい手がね、近づいたよとかね、教えてください。で、各種 SNS もやってますんで、勉強になったよって方はね、動画のシェアとか、あとはね、説明欄に SNS 貼ってますんで、違う形で配信してます。よかったら見てもらってね、そっちの方でもコメントしてください。ぜひお待ちしてます。今回もご視聴ありがとうございました。ゴシゴシでした。